新年明けましておめでとうございます。2021ということで、今年も応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。レイラです。ユナです。カリアです。エコです。ヒメカです。ミンク、ラテ、ティ、ディ、始まるよ。イエーイ。今日の企画はお年玉を探し出せです。イエーイ。今日の企画はちょっとこの店内にポチ袋が何個も隠れてて、それをでも中身はまだ分かんないんですよ。で、見つけたらすぐ開いて、その内容がお金かもしれないし罰ゲームかもしれないみたいな、罰ゲームだったらすぐその場でやるみたいな、何があるか私も分かんないんですけど、まあ頑張って探していきましょう。はい、それではどうぞ。じゃあ制限時間5分でいきます。はい、よーい、スタート。何これ？おー、やったね。スタバのカードゲット。ありました。やばい、変顔5連発。なんだ、カメラに向かって決め顔。よし、変顔と決め顔やっていきますね。あっちに行ったら、ねえ、やだね。ビリビリ。ねえ、これやばいですけど。いきます。あ、でも大丈夫。トマト3000円も私は最高。ありました、トマトジュース飲みきれだそうです。待って、トマトジュースめっちゃ苦手なんですよ私。おや、待って、無理無理無理、待って、お願いします。え、だってこれで、え、無理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 。すいません、一発ギャグって全部飲まなくていいの？はい、さっき見つけたの。一発ギャグ、一発、一発ギャグ。はぁ、袋どこだ、どこで。ありがとうございます。え、待って、うちのなくない？意味がなくない？え、大丈夫そう？え、どうやって探すの？なくない？大丈夫そう？あ、あった。スタバのカードだ。待って、アリア、1個、2つ、あの罰ゲームがあったので、まず変顔5連発からいきます。いきますね。1、2、3、4、5。はい、では次は、決め顔。あ、では探していきます。え、なんでさ、みんなあるの？え、すごくない？え、ないんだけど、どうしようどうしよう。え、嘘でしょ嘘でしょ、汗汗。ビリビリでした。私今日静電気やばいんですけど。大丈夫？はい、さよなら。これ何ですか？あ、アマゾンの3000円ギフトだよ。30円、3000円。アマゾンの3000円ギフトゲットしました。カメラに向かってブリコいきます。いや、え、みんな多分一人一個以上見つけてるよ。ゆめかだけだよ。ないんですけど、ちょっともうないとかそういう感じじゃないですか？まだお金が欲しい。アマゾン今6000円分とスタバのカード。え、やば。カメラに向かって告白。いきます。え、やだ。ずっと前から、やだ、好きでした。助けて、付き合ってください。あ、ありがとうございました。さっきからビリビリと一発ギャグしかやってない。黒酢飲みきる、こっちですね。ねえ、もうないとかそういう感じじゃないですか。残り10秒。やったー、抜けました。ありました。ゼロ。ありました。あの白餅たい焼きを食べきるでした。最後にバスゲームをやって終わるんですか私。最後になんかヒントを教えてもらったんですけど、そしたらなんか罰ゲームが当たっちゃいました。いただきます。え、待って、なんか飲んでた。美味しい。幸せな罰ゲームですね。探し終わりました。それぞれ自分が得た報酬を発表していきたいと思います。レイラはまずビリビリと一発ギャグと全部罰ゲーム。私はビリビリが1個とアマゾンカード3000円分が2個とスタバのカードです。エコちゃんがすごい、めっちゃすごい。あたらがめっちゃ聞こえたもん。で、アリアは罰ゲームが4個だったんですけど、カメラに向かって決め顔、カメラに向かってブリッコ、カメラに向かって告白、変顔5連発と、あとスタバのギフト券をもらいました。ユナは3つ見つけたんですけど、1つ目がトマトジュースを飲む、飲みきるみたいな感じで、
で、2つ目の罰ゲームが白餅たい焼きを食べきるってやつで、で、最後に1個当たったのが Amazon カードの3000円分が当たりました。ありがとうございます。ゆかは罰ゲームの報酬もゼロです結構難しかった。難しかった。まさかこんなところに、ね、難しいところに比較しました結構あのポケの中とかバッグの中とか雑誌のこう中とか見たんですけど、なかったそんな感じで、エラとユカ何ももらえませんでしたもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。